姉さん、あれから大丈夫かな。特別な力がどうとか言ってたし、あれってどう考えてもそういう病だよな。放っておくべきか迷うところだけど、放っておきすぎて機嫌が悪くなるのも避けたいし、少し様子を見るとしよう。姉さん、入るよ。来ないで。え？私には近づかない方がいい。あの包帯、これは。こんなことを言ったらおかしいと思われるかもしれない。でもシドには言わなきゃって思うの。私、自分の中に自分じゃない誰かを感じているの。今はまだほんの些細な感覚だけど、もしも私の中に潜む誰かがあんたを傷つけてもしたら。やっぱりこれは完全に患ってるな。間違いない。一瞬の気の迷いって線もあるかと思ったけど、まさかここまでがっつり言ってるとは。ともかく普通に受け答えしとこう。そっか、それは心配だね。今ので確信した。やっぱり私は普通じゃないのね。え？私を傷つけないように平静を装っているんでしょ。自分がどれほどおかしなことを口走っているのか身に染みたわ。私はもう他の人とは違う。ああ、そう取っちゃうのか。このパターンは知ってるぞ。ここでいやいや普通だよなんて答えたら、プライドと設定を傷つけることになりかねない。かといって普通じゃないねなんて答えたら、疎外感を植え付けて最悪怒らせて終わりだ。つまり今するべき最良のアンサーは、姉さんは姉さんで他の人なんて関係ないよ。おかしいなんて言わないで。シド、姉を心から信じ心配し受け止めるけなげな弟アタックだ。さあ姉さんはどんな反応を返してくるのか。ありがとう。あんたの言う通りかもね。正解だった。だけどどうして私だったのかしら。なぜ私は選ばれてしまったの。まだ終わってなかったか。私はただ守りたかっただけなのに。選ばれた強者ゆえの悲劇のヒロインモードとなると、僕がかけるべき言葉はこれしかないな。何かの試練なんじゃないかな。ほら、姉さんは強いから。だからこそ神様がもっと強くなりなさいって言ってるのかも。乗り越えたらきっともっともっと強くなれるんだよ。そうだといいわね。この力があんたを守るためのものなら。また手が、こんな時に。大丈夫姉さん。なるほど、あの包帯の下に封じられた何かと戦ってる的な設定なんだな。とすれば、これ以上は近づかない方がいいんだよね。僕もう行くよ。違うの、誤解しないで。あんたを邪険にしたいわけじゃないの。だけどいいんだ、それじゃ。待ちなさい。何、逃げ出すことないじゃない。でもこれでいいのかもしれない。私の中の得体の知れない力が、誰かがもしもシドを傷つけたら、私は自分を許せない。それならいっそ離れていた方が。ドアの外で何か、もしかしてシド。って誰もいないじゃない。もう何だって言うのよ。これ包帯とサンドイッチ、もしかしてあの子が。よしよし、まんざらでもない顔してるな。
あの病にはあれこれ言葉を尽くすよりさりげない心配が一番だ。あの病のことは僕も熟知してるし、これからもそれとなく見守っていくことにしよう。あの子ったら、こういう気遣いができるようになってたのね。いつまでも私の後ろをついてくる可愛い弟だとばっかり思ってたのに。でもやっぱり寂しいじゃん。シドニー